釜湯技法について少し話したいと思うんですけど、まあ釜湯技法だと、まあ、まあ古典的に書くっていうね、まあそういう人たちが使うたりしますけども、まあ簡単に言うと、まあローシェンナーとかローアンバーとか褐色系の、まあ主に土系の絵の具でこう描くわけ、描くですけどね、あの陰影をこう白い下地の上に、まあ陰影でこう水彩画のようにこう描いてって、でグレーズをこう何回も繰り返してこう描くっていうやり方もあります。まあやり方の一つなんで、まあみんながみんなそういう風な描き方するとも限らないですし、まあフランドル絵画のまあ描き方に近いんですよね。まあそういう描き方するとどうなるかっていうと、暗部の方が絵の具層が厚くなって、明部は結構下地の白をこう生かした状態になるんで薄いんですよね、厚さが。まあ油絵の具っていうのは本当薄い彫刻だと思ってもらえれば想像しやすいと思うんですけど、それでなんでそういう描き方をするかっていう疑問が出てきますけれども、まあ油絵の具を描く原則っていうのがありまして、下の絵の具層よりも上の絵の具層の方が油を多くして描かなきゃいけないんですね。まあそれはなぜかって言いますと、まあ一つは、まあ、乾燥時間の差によってひび割れがこうできてきてしまうっていうのがあります。下の層よりも上の層の方が早く絵の具が乾きますと、シワが寄ったり絵の具にひびが入ってきたりします。それを避けるために上が乾燥がゆっくりなるようにオイル多めで描くようにしなきゃいけないんですけど、まあ、そういうことを考えて描いてきますと、下の層に使える絵の具っていうのは上の層よりも乾燥が早くなきゃいけないということになると思います。というわけで土系の絵の具っていうのは乾燥が早いんですね。カドミウムとかそういう絵の具だと多分、まあ倍とは言わないですけど、まあ結構乾くまでに時間がかかります。そういうわけでこう下の地塗りの後はこう褐色系で描くことがまあ多いです。まあ最初からこう色を使ってこう描きたい場合なんかですと、テンペラ画などでまあ固有色塗って、その上から油絵の仕事でこう明部をホワイトで描き起こしたりですとか、暗部をこうグレーズしていったりっていう作業がこう行われる時があります。それはおそらくこうテンペラ技法があって、そのテンペラ技法からこう油彩技法に移行する段階で混合技法とかって言われるような描き方になってくると思うんですけど、その水性地塗りの上にその水性の絵の具であるテンペラ絵の具を使って描くということは、その上に来る、まあその上にこう油絵の具で描くわけですけど、まあ油技法の原則である下の層よりも上の層の方が油を多めにするという原則にも当てはまるわけです。その過渡期はそういう使い方をまあ多分されてたとは思います。ただロンドンナショナルギャラリーの、に所蔵している作品のあのファンアイクの絵なんかですと、検査結果ですとあの卵とかそういうのは出てこなかったらしいんで、絵画から、まあ、ただまあ、どこをこう分析したかにもよると思うんですけど、絵の具層をこう取ってこう検査かけて調べるわけですけど、まあ一部のとこもともと剥離してるようなとこをこうまあ研究するわけで、まあ絵画をこう真っ二つに割ってこう隅から隅まで研究するっていうことができないので、まあ実際どういうふうに描いたかっていうのは
まあ疑問が残りますけども、まあ普通に油と、まああまり言うと、まあバルサムでこう、まあ回転っていうふうには言われてます。で、釜湯で書くメリットっていうのがもう一つありまして、まあ茶系でこうデッサンというか、まあまあ日本でいうとおつゆがきとか、まあそういう段階になりなるんですけど、そういうのを書いておけばですね、あとはもう弟子にこう作業をこう任せるっていうことが可能になるわけなんですね。やはり一番大事なのは構図とかデッサンを決めて、ある程度もう単色でこう書いてあげるまでがその腕の見せ所というか、そういう風になってきます。まあで中厚塗りのこう書き方っていうのは、まあ多分まあ弟子なんかに任せてしまって、で仕上げは、まあ、最後工房のリーダーの、まあ経営者兼リーダーのこうダヴィンチであったり、レンブラントであったり、まあフェルメールは一人ぼっちで絵描いてたのかな、まあそういう人たちはこうある程度弟子にこう負担かけないと、とてもじゃないですけど制作追いつかないので、まあそういうまあメリットもあります。まあ釜湯で書いとけば、まああとはある程度はもう弟子に触れるっていうことが一つのメリットだと思います。やっぱ人物画とかがこうやはり多いので、まあ、人物画を描くときに茶色でこう描いとくと、まあシルバーホワイトとかこう乗せてったときに半透明な感じで皮膚がこう描けるんですけど、まあそれが綺麗で、まあ赤い点じゃないかなっていうのもあります。それにまず絵の具が安価ですね。まあ昔はどうかわからないですけど、まあ多分昔も安かったんでしょうね。今ですと例えばカドミウムレッドとかコバルトブルーとか、普通のローシェンナとかそういう土系のテールベルトとか、そういう絵の具の大体2倍3倍します。色がついてる顔料というのは、鮮やかな色というのは、色のついた絵の具はこう薄くこう描いた方が経済的でもありますし、まあその当時はこう不透明な、あまり不透明で鮮やかな色っていうのがあまりなかったんじゃなかったでしたか。まあコバルトブルーも割と最近ですし、まあウルトラマリンとか、まあ青は使ってたんでしょうけど、ウルトラマリンもあれはまあ透明寄りの色なんで、まあ透明色だけでこう描くと腰のない絵の具になってしまう、絵の具というか絵画になるので、まあある程度肉厚を持たせた上にこうグレーズするっていうのがいいかと思います。粗い粒子の、まあ実際は油で包まれてるのであれなんですけど、粗いこう上にこう油の多い顔料の粒子が細かい絵の具をこう乗せることによって、上と下でがっちりこう絵画面が多分固定されると思うので、まあ絵の具の性質の問題がまずあったっていうのも大きいと思いますけど、鮮やかな色は透明色しかまあなかったんじゃないですかね。まあだからこのホワイトとか褐色で描いた後に暗部をこうホワイトとかでこうまあ描き出すっていうのが、まあ16、17世紀あたりからこうなるんですけど、その時はもうホワイトでがっつり盛り上げてグレーズして、でまあその繰り返しでこう作品を描いていくというやり方になってきます。で現代の絵の具において、まあそういう描き方が適当であるかっていうのはちょっとよくは分かりません。ただ今でもそういう描き方をする人もいますし、まあどうしても下の層の絵の具っていうのは油絵の具って乾燥が遅いので、まあ現代だとか、まあ働きながらこう描いてるっていう人も結構多いので、そうすると時間短縮のために下にこう
アクリルでこう描いたりする人もいます。まあそういう絵が実際、まあ100年200年経った後にどういう状態になるかっていうのはちょっとまあ時間を待ってみないと分かんないところがありますけれど、まあというわけでいろいろね、釜井牛のメリットを言いました。まあ絵の具が安いと、で乾燥が早い、あとはある程度そこまで描いとけばあとは弟子に任せることができると。まあ結構褐色でまあ描くメリットは大きいということです。